こんにちは、シエルです。最近寒くなってきたので秋冬用のルームウェアを買いました。部屋着なんですけど、すごい可愛いのがゲットできたので、スポーツの秋ね、私あんまりさ運動得意じゃないんですけど、まあその運動するようにもいいなと思って、今日はそちらのね、まあ購入品紹介したいと思います。ネットで購入したんですけれども、私が大好きなブランドです。モモリちゃんがプロデュースしているモコアーズ、少し前に発売したのが完売しちゃって、今回新しいカラーのね、新色のものもまあ入って、すごい人気のルームウェアです。はい、というわけで迷いに迷って2色色違いで購入しました。セットアップですごい可愛いので、今日はそちらをねお見せしたいと思います。まずはこちらブラックのカラーですね。はい、こちらがトップスの方ですね。これがね、後ろにねメッセージが書いてあるんです。 Life is the gift、 なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら。モコアズのね、このロゴが入ったねトートバッグみたいのを持ってるんですけれども、はい、今回はこちらのセットアップを購入しました。フードがついてるものも可愛くて好きなんだけどね、あのね、邪魔な時ありません？なんか例えば寝る時とかも、ここがねモコモコしてると首痛くなっちゃうから、意外とフードが邪魔に感じる時が多いから、そうだからこれは最高と思って、下のスウェットのパンツがこちらです。はい、まあセットアップなのでね、両方同じカラー、ブラックのカラーです。ここ紐がついてて、後ろにポケットが2つついてます。あ、前もあった、ちゃんとポケットいっぱいある。上のジャケットの方もね、ちゃんとポケットあります。サイズがこれユニセックスで4種類あったんだけど、私は一番小さい0のサイズです。こちらがブラック で色違いで購入したのがこちらです。はい、こちらがスモーキーピーチっていうピンクですね。うん。で、なんかちょっとね、あれだね、ブラウンっぽいピンクかもしれない。ブラックは絶対買おうと思ってて。で、まあ、このピンクは悩みに悩んで決めました。はい。ということで、こちらが、スモーキーピーチ。こちらもサイズは0。生地はそこまで厚手ではなくて、ほんとこの季節にぴったりって感じかな。もさっとしてなくていい感じ。まあ、こちらが、まあ、スモーキーピーチ。おいっちょ。はい、こちらがスウェットパンツ。はい、まあ、こんな感じ。それぞれ11,000円、まあ、税込みで、私は2つ買ったので 22,000円と送料でした。ちなみに今日着てるこちらのカーディガンもモコアズのものです。で、本当はね、あのね、グレーのカラーも欲しくて、で最初ブラックとグレー買おうと思ってたんだけど、私あんまり冒険しないタイプだから、なんか最近は普段あんまり買わなそうな色とか、そういうことをなんかね意識して生活してて、そう、今回はなんかピンクにしてみちゃおうかなみたいな、なんかお家でもテンション上がりそうだなと思って今回ピンクを選びました。というわけで今から着てみたいと思います。はい、ということで今着用したんですけど、急にテンション上がったんだけど、まずこの05サイズっていうのかな、この一番小さいサイズのこの05がね、めちゃくちゃぴったり。私153センチなんだけど、基本 S サイズでもね結構大きかったりするんだけど、今回のモコアーズのこの05サイズっていうのかな、すごいぴったり。そして着心地がすごくいい。そこまで生地が厚すぎないから、すごい軽い感じ。走るの苦手だけど、なんかすごい速く走れそうな感じする。まず背中かわいいでしょ。袖の長さもちょうどいいし、なんていうの、この太さ、この余裕もちょうどいいし、全然見えないじゃん。すごい角度で撮影してるんだけど、ソファーの上のとこ乗っちゃってるんだけど、なんかね、丈感もすごいぴったりなの。スウェットの下の長さもちょうどいい。めっちゃテンション上がってる今寒い時は閉めてみたいな。めちゃくちゃいいね。すごい着心地最高。うわ、これはさ、グレーも買えばよかったかも、全色買えばよかったかもって思うぐらいすごくいいね。パジャマとしてもいいし、寒い時にこれ羽織るのもいいし、あとお家でストレッチとかする時もいいし、まあ、筋トレする時もいいし、そう、何よりもなんかほんと早く走れそう、外ポケットこの部屋着でさ、マジックの練習もできちゃう。どんな服装でもマジックの練習できるか、ね、出張先とかに持っていくのもいいなって思う。うん、なんかサイズぴったり感だとすごくいいね。はい、というわけで、じゃあまずこちらがブラック、続きましてこちらがピンク。かわいい。サイズ一緒なので着心地もいい感じです。ブラックはあの印象がシュッとかっこいい感じだったけど、やっぱピンクになるとすごい柔らかくなりますね。ピンクの後ろこんな感じ、こうですね、こんな感じ。もう一色買いたい。
グレーも欲しい。ウエストゴムになってるからさらにここ紐でキュッと、紐なくても全然落ちないなって感じ。パーン、こんな感じ。なんかあれだね、スウェット生地薄めだからさ、膨張して見えなくていい。すごいスッキリしてる。足の形もね、すごい綺麗。見えないけど、ピンクはちょっとやっぱ女の子感が出るので、なんか家とかでまあ気分を上げたい時にね、ピンク着るといいかもしれない。マジックの練習ははかどりそうです。いくぞー、はい、まあこれはあれですね、私の実力不足ってやつですね。来週さ、マジックの撮影がたくさん入ってるんだけど、大丈夫かな、ちょっと心配になるんだけど、きっとこのモコアズのルームウェアで私すごい練習すると思います。はい、ちょっとあれだわ、色違いあったら買うわ。もう売ってないかな。あー、やっぱね、欲しいグレーはないわ。はい、しょうがない、諦めよう。9月28日からも再販のものとかがね、あと新しい商品が発売されるみたいなので、あのモカーズのアイテム、本当サイズとか色によってすぐ完売になっちゃうので、気になる方は早めに買ってみてください。あー、この何、上質スウェードパーカーっていうのも可愛いな、欲しいな、欲しいけど。この秋冬はこちらのアイテムはヘビロテすると思います。そういえば少し前に Y の字バランスができるのかみたいな動画を出したんですけど、あの、まあ、元私新体操選手ということで、ちょっと硬くなった体をストレッチをしてほぐしたんですけど、その後にね、謎の腰痛になってしまって、それでストレッチをね一回ストップしてたので、最近またさ、ストレッチとかし始めたので、またこちらのモコアズのセットアップを着てね、またねストレッチ動画も上げていけたらと思います。なんかダンサー魂じゃないけど、ちょっと踊りたくなるね。今回のこのモコアズセットアップめちゃくちゃ気に入りました。グレーがまた再販したら買う。うん、05サイズのやつ。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。